たそばだよね。やっほー。聞ける、うん、ずっと寂しい。夜中にザーって降ってきたけど、止んだね、完全に。うん、よかった、止んでくれて。夕霧越しの後ろがすごい乱れてる。だからもうその辺のぐちゃぐちゃなのそのままで、私一人で飲んでました。そして私も下で寝てました。マジで結局。桃食べる？食べる。食べようか。じゃあ桃切ろう、桃、うん、桃とブルーベリー食べる、うん、桃とブルーベリー食べる、こっちかな。あ、すっごい桃のいい香りする。へえ。桃種の周りをこうやってやればいいかな。お、柔らかい。大きいね、ブルーベリー。大きい ね。これじゃあ2日に分けて食べようかな。え、めっちゃ美味しそう。じゃあこれまず、ママのパン。見て、ママのパン美味しそうでしょ。あ、美味しそうだね。パパ、あ、でもゆりちゃんのパン。うん。これクロワッサン。パパとゆりで食べるね。しんちゃんのカステラサンド。カステラサンド甘そうだね。ね。はい、どうぞ。みんなの、みんなのよ。真ん中に置く、うん、真ん中に置いたらみんな食べられる。で、これはゆうじさんのために置いたんだけど。いいじゃん。うん、甘っ。ああ、そう、うん、パパちゃん、もも食べて。うん、食べる。あれ、降ってきた。ほんと？あ、でも雨は降ってる。なんだろうね、変な天気だね。だって青空もあるのにさ、うん、ザーザー雨降ってるのも。昼過ぎまではこんな感じだと思う。そうなのかな。まあ朝ごはん食べて出たらちょうどいいかな。うん、もうこれ以上あんまり待てないもんね。そうだね。この辺まだ全然合掌造りとかないけどさ、でもすでになんか街並みは素敵だね。うん、雲いっぱいだよ。うん、
美味しい、うん、暑いとそばだよね。ねえ、先にさっとそばを食べて、うんうん、でちょっと時間空けて、うん、お茶しようか。うん、お茶大好き。お茶大好き。絶対今日かき氷食べた。あ、いいね。お茶も。ね。川綺麗だね。綺麗だね。あ、なんか落ちたりいるから。いいじゃん。絶対落ちないけど手つないでこう。気持ちよさそう。うん。冷たい。冷たい。かわいいね。よかったね。やっほーやっほー。何の魚かな。小さくなっちゃうね、こんなに大きいと。小さくなっちゃう。もう大きいから釣れないぞ。プリン買わない？プリン食べたい。あれ最近の10だよ。中子めっちゃ良かったね。良かったね。すごい綺麗だった。うん。そして今からちょっと移動しなきゃね、そろそろね。そうだね、うん、プリンも買えたし。それなんだっけ。プリン。プリン、プリン、ただのプリン。なんかね、水プリンっていうの。水プリン、うん、次は冬来たいな。冬か、いいね、うん、あ、雪の積もった、うん、白川郷みたい。うんうんうん、よし、じゃあ行こう行こう。じゃあどうしようかな、今日予定がさ、うん、この後名古屋に行くか、うん、ちょっと近場にしてもうゆっくりするか悩んでるんだよね。なんかご飯作りたかったんだけどな。近場にしますか。近場にする？じゃあちょっと探してみようか、とりあえず。そうだね。うん。うちゃん、温泉入りたい。温泉入りたいの？うん。だってお風呂入りたいもん。大きいお風呂？うん。今日大きいお風呂する？じゃあこの近くではない、近くじゃないか、この
道の駅金色伝授の里大和、おら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 、温泉もある道の駅浜地。So it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, screaming out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress?Your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. ちょっとお風呂の準備できたから、うん、そっか、もう6時過ぎちゃったね。そうだね、移動に時間かかるね、車中泊の旅は。うん、じゃあお風呂に入って、もうここでご飯食べ、ご飯作る時間も結局なくなったから、スーパーに寄る時間もなかったね、私もちょっともう疲れた今日は、うん、ゆりも疲れたね、今ね。なんかもうお風呂入って、ちょうどここの道の駅さ、そのままレストランもあるから、うん、さっと食べましょう、うん、そうしよう、ここではね、戻ってから飲もう。そうだね、晩酌するし。うん。パパはこれ、ティラノサウルス。これは誰かが作ったの？違う、5本もある。これ足が7個、ミッキーのモニターで見て、見てるよ、ほら、ミッキーさんは正しいな。ミッキーがいるよ、いっぱいミッキーがいるね。ミキ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 。ゆり、今日本当にパパと寝るの？うん。寝れる？パパと寝たことないじゃん。今日いける？いける。うん。ちょっと寂しいけどいける。じゃあ分かった。ママは明日で待ってるね。ゆり、おやすみ。寝れるかな。バイバーイ、おやすみ、おやすみ、また明日ね、バイバイ、バイバイ。パパと寝よう。ゆっちゃん、どうしたの？寂しい。パパいるよ。パパじゃダメ？まだ寂しい。じゃあパパとママ交代する？うん。分かった。うん、ダメか。
感想。あ、懐かしい、この濁り菊姫。うん、これ、私がずっと前に働いてたマスターのところで、うん、この濁りを出してたの。へえ、あ、じゃあ有名なんだ。うん、この菊姫の濁り。うん、これさ、うん、あの道の駅で買った片豆腐、うん、スライスして食べるのかなと思ったらさ、全然こうスライスしたらポロ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 ってなっちゃうから。へえ。で、味もすっごい濃い。そうなんだ。うん、なんかなんか一応トマトと和えてみた。へえ、トマトと合う。あ、本当、よかったよかった。うん、合うね、濁りは。これ本当美味しい。食べてる時にでもいっぱいいい美味しい日本酒って飲ませてもらってたじゃん。美味しい日本酒の記憶の旅みたいなのもいいかもね。記憶の旅。次の住処を探すっていうのもいいけど。うん、ちょっと降ってきたね。降ってきたね。なんか夜になると降るね。ね。夜こうやって雨音を聞いてるだけならすごく好きだけど。うん、目が全部食べちゃうよ。眠くなっちゃう。